よし。ネバネバ薬膳はビープロミスクロです。はい、どうも皆さんこんにちは、前作です。吉崎です。前回の動画でも一緒にコラボ動画を出しておりますので、そこではプリンセスカフェに行ってですね、全メニュー制覇したら奇跡が起きたみたいな動画を上げておりますので、ぜひそちらもまずチェックしていただきたいんですけども、こちらですね、またこちらのカード。改めまして、まだお二人のことを知らない方もいるかと思うので、軽く自己紹介をお願いします。はい、前作と申します。YouTube に漫画の紹介の動画とか、まあ、たまに薬ネバの考察動画とか、まあ、もろもろ上げております。よろしくお願いします。はい、主にコスプレの写真を Twitter 上で上げております、白崎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、僕ら今着てる T シャツがあると思うんですけども、こちらなんとなんと前作さんからプレゼントしていただきました。いや、ありがとうございます。いい、もうせっかくね、集まる機会なんで、いやいや、3人同じ T シャツ着れたらいいなと思って、ちょっと頼んで、こう間に合うかどうかがちょっとね、ドキドキしてたんですけど、ハート届いてよかったです。ありがとうございます、本当に。いや、めちゃめちゃこれ良くて、ゴールディーポンドの時の絵馬なんですよね。結構さりげなく描かれてるので、なんかもう主張しすぎてない感じがめちゃめちゃ大好き。一見アニメの T シャツって感じがしない。全然しない、うん、めちゃめちゃいいっすこれ、というわけで今日は3人お揃いで着てやっていこうと思います。というわけで今日はですね、この薬ネバ大好きな3人が集まりまして、やりたい企画がありまして、それが何かと言いますと、結論から申します。約束のネバーランドの最終回を予想する。今日は今言ったようにですね、最終局面に約束のネバーランドは向かってると言われてまして、今日はですね、単行本派の方もいるし、僕ら本誌派もいるんですけども、最終回を予想しようじゃないかという企画でございます。内容難しいですね。難しい内容かなとは思うんですけども、まあ、ここに思うこうなったらいいなとか、本当になんかもう雑談形式じゃないんですけど、僕ちょっと議題がいろいろこう決めてきて、はい、まず子供たちは人間の世界に行けるのか、個別とかじゃなくて、まあ、単純に行けるかいけないかで、じゃあ2択でいきましょう。せーの、いける。おっおこれは分かれましたね。今行けるって言いました。いけるって言いました。そうですね、僕も行けるって言いました。行ける、私は行かないって言いました。行かない、あ、行けないじゃなくて行かない。行かないという選択肢を取ると。なるほどなるほど。新しい、新しいか。白崎さんの意見を聞いてもいいですか。行かないっていうのはそんなに掘り下げるわけじゃない。ああ。鬼の滅亡を避ける以上、うん、そんなはっきり住み分けることもなくなるのかな。なるほどなるほど。と漠然と。じゃ行かないっていうのは共存するっていうことですか。共存する、うん。なんかもわかんないけど、こう人間鬼っていうその差別化がなくなる気はする。あ、じゃあ、なるほど、なるほど。やり方だと。じゃあ世界を住み分けるっていうかは、同じ世界のまま鬼もいるけど人間もいるっていう世界の中で生きていくと。多分人間世界に行かないと思う。なるほど、なるほど。すごいなんか新しい新鮮な感じですよね。なんか多分僕ら感覚がちょっとあれなんでしょうね。なんか考えすぎ、考えすぎのもあります。現代のやつだから。そうですね、農園はそのままってことですか。じゃあ、もうそこまでいっちゃうとあれか、深掘りしすぎか、攻めすぎか、攻めすぎかもしれない。うん、じゃあ、じゃあ行きましょうか。行かないってことでしょうか、その。僕は行けると思ってて、ただもしかしたら全員じゃないかもしれないっていうのは思ってて、役割を持ってる人が、うん、鬼の世界の方に残って、まあ、その調和というかバランスとかを保つんじゃないかなっていうのがざっくりした、あの最終回予想かなと僕的には思ってます。ただ何人かもちろんいけるとは思ってます。僕はすごいしっくりくる、しっくりくる、しっくりくる、どうだろうか。いや、前作さんの意見も本当に聞きたいです、これ。いや、ほぼほぼでも一緒で、うん、まあいけると思います、うん、まあざっくり分けるとハッピーエンドか、まあ、ちょっとバッドエンドかみたいなところがあって。そうですね、個人的にさっき黒さんも言った、こう誰かがもしくは残ったりとか、うん、誰かが犠牲になったりっていう可能性も確かにあるとは思うんですけど、やっぱそれだと後味悪いし、歯切れ悪い感じがすごいするんですよ。なので、まあ、ジャンプってやっぱり友情努力勝利っていうテーマを掲げていて、後味が悪い終わり方をするかなっていうちょっと疑問があって、予想としてはそういう風に見せかけつつ、最後は
やっぱみんな行けましたっていうような流れで終わるのが一番考えやすいかなっていうのが個人的な意見です。なるほどなるほど。じゃあそれも踏まえた上で、まあ、その質問した後にあえて聞きたいんですけど、渡った後の鬼の世界はどうなるのか、要は子供たちが渡ってしまった後は鬼たちはどうやって生きていくのかとか、そこについてどう思うかちょっと聞かせていただきたいなっていう意見です。例えば僕だとしたら15巻で、まあ、ジャケツっていうものが出てきたじゃないですか。一口でも口にすると人間を食べなくても退化しない鬼になれるとか、それ血が出てきたのでジャケツの一族の血を使っていくとか、人間がいなくなってもその鬼の退化しないような鬼たちができるかなとも思いつつ、ただそれやるとやっぱりその要は鬼の世界の政治というか上下関係が崩れたりとかもあるから、本当ここ難しいところではあると思うんですけど、しろちゃん的にはどう？それはちょっと私変態だからそこも安作さん的にどう思いますか？いやそうなんですよ、そうこう正直言って分かんないですよ。そうなんですよ、分かんないですよ、白井先生がどういう着地を描いているのかっていうのが分かんなくて、でもエマとしてはやっぱり鬼も鬼では普通に円満に暮らしてほしいっていうのもあるし、人間も人間で分けてちゃんとそれぞれの生活をしたいっていうのはあるから、どっちかが滅ぶっていうのはまあ主人公のエマ的考え方ではない気がするので難しいんですよね。だから結論が正直出てないんですよね。なんか貴族たちも無自覚の血を使ってみたいなのってやりたくないわけじゃないですか。でもそれをまあエマの力でこうなんとかこうさせるっていうのもこうなかなか難しいというか、だからもう分かんないんだよな。ここ今の正体が鍵になるかもしれない。いやもう本当それ、それはそれは確かに本当にそれずっと言ってきたことではあるけれども、どうなるかっていうところありますね正直。あっちを立てようとすればこっちが立たないしみたいなところなんで。そうですか。白井先生が何を思い描いているのか、どう着地させるのかっていうのは、そこで多分、うん、面白さ決まってくると思う、ね、本当に役ネバの。見どころですよね、この後の展開です。本当にいつも予想外がやっぱりあるのが、やっぱ約束のネバーランドじゃないですか、うん、ノーマンが出荷されるところから始まり、ね、推しがね、推しが出荷されたりとかね、何回読んでもなく、そういうなんか予想外の展開だとかあるからね。でも結論出ないないよ。もうこれ企画持ってきて申し訳ないですけど、できないですね難しいんですよ、うん、本当にそれを絞り出してみるっていうのも。そうですね、食用樹は絶対いなくなるとは思うじゃないですか、食用樹を生産するっていうことは、うん、だとしたら鬼の世界って要は人間を食べれなくなったら何かしらでそれを補わなきゃいけないから、うん、でそこでまあジャケツが出てきたってことは血に関係することとか、うん、まあ、なんか血の成分だとかをなんかやるのかなとも思いつつ、うん、でも前動画にもしたね、エマってあのギリシャ語で血っていう意味、なんかそれ動画でもやってましたね、うん、っていうのもあったりとか、やっぱ何かしら、何かしらもしかしたらそういうエマに、僕らの考察でも結構エマがもしかしたらなんか特殊な主人公たるゆえんというか、何かしら力を持ってるんじゃないかっていうのがあって、まあそれの力かなんかで鬼たちをこう救う手段になるかもしれないみたいな。エマどうですか実際のところ、なんか力あると思います？今パッと思いついたのが、今その名前の夢ない鬼の頂点のやつがいるじゃないですか、はい、そいつにエマがなる、考えられる可能性の一つとしてはあるのかなっていう。実はあそこの鬼の頂点もこうコロコロ実は例えば入れ替わってるみたいな設定があったとしたら、エマが鬼っぽいところとか、まあ、慣れる人は例えばなんか決まってたりとかして、実は君が慣れるんだよみたいな、あるのかも。確かに、だから交代じゃないけど、なんかあの鬼の頂点に立つ存在もかぶってるじゃないですか、仮面。仮面かぶってる。しかもヘルメット式なんですよね、あの仮面。確かになんかこう首みたいなのが、そうなんかこうかぶってる感じ。そうなんですよ、こういうタイプじゃなかったっすね。そう、こういうタイプじゃなくてこういうタイプなんで、ワンちゃんなんかしらもともと人と鬼じゃないけども、なんかしらそういう要素があってもおかしくはないかなっていうところとか。逆に人間っていうパターン、鬼の頂点のやつが人間に鬼細胞が入っちゃったとか、うん、そういう可能性もあるかなっていう。13巻かな、11巻か、お寺に備えられた人型のなんか、うん、あの人に似てる、ノペラボノ、ノペラボあの頂点に似てるって言ったりとか、うん、なんかあそこもちょっとキーワードというか、なんか、そうなんですね、なんかありそうですよね、やっぱそういう、うん、いやでもエマが何かしらなるっていうのはありそうじゃないですか、実際、うん、あ
ありそう、やっぱああいう適切な判断ができるからこそ鬼側も人間側も分かる君だからこそ、うん、なんかできることがあるじゃないけども、うん、なったりするのかも。だけどそういうパターンありえつつパターンとしてはあると思います。人間供給できなかったら鬼たちも本当に退化しちゃったりとか、そこをどうにかしないと退化する鬼もいれば絶対血ってきそうじゃないですか。何かしら絶対来ると思いますね。ムジカとエマの関係もちょっとまだあれじゃないですか。まだはっきりと分かんないんでね、うん、いやらしい描かれ方をされてるんで、リンゴがねこうなってたりとか、どっかの扉です。鬼も鬼で希望というか自分たちがこうしたいっていうのはあるし、人間も人間でこうしたいっていうのがあるから、結局それをこうやっぱり見張るキャラみたいのがいないとなんか統制取れなくなっちゃう可能性が高いんで、やっぱそこをエマが担うっていうのはまあ考えやすいかなと。ただそれだと読者的に考えるとそうなって終わっちゃうのっていうのがギリシャ語で血って結構怖くないですか。結構怖いですね。何の血を引いてるんだっていう。もしかしたら鬼のその頂点のやつは今のこう祖先だったりとかする可能性もあるのかな。出生について明かされてないじゃないですか、レイ以外は。だから何かしらその生まれる過程で秘密があったとしてもなんかおかしくないかなみたいな。いやでも個人的にはやっぱり最終回の絵を、これ何回も言ってるんですけど、最終回でも本当の最後の絵はエマ、ノーマン、レイが3人が笑って終わって、ご愛読ありがとうございましたみたいな感じで終わるのが個人的なイメージなんで、そうであってほしい、そうであってほしい、いやあってほしい、それが一番いい、うん、一番はそこですよね、やっぱり一番はそこ。ただそれをどう描いてくるかってことですよね。個人的にはエマがそう一回なっちゃいかけるんだけど、まあ、何かがあってやっぱり戻ってきちゃったみたいなので合流するみたいなパターンは可能性としてあるかなっていう。いやー本当描き方どうなるかっていう、ここまで読者にいろいろ言われて多分やりにくいというか、まあ多分もう決まったらいいと思うんですよ、こう最終的な着地点とかは。本当にやっぱこの物語というかすごいなーと思いますね、改めて。今回マニアックな回になってしまいましたが、僕らが予想する最終回だったりとか最終局面はこうなってくるんじゃないかっていうのをちょっとでもね、こう見ていただいてる方に分かっていただければという回でございました。というわけで本日の動画いかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは約束のネバーランド関係の動画のみを上げておりますので、約束のネバーランドが大好きな皆様はぜひ他の動画も見てください。というわけで約束のネバーランドが大好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。役出れば最高では。その最後のこれ何だろう、そのいつも見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。